さあ続いてはエリアの話題をお伝えするわが町レポートのコーナーです。はい、ラインナップはこちらです。さあまずはですね、小林辰文空港店の模様をお伝えいたします。はい、続いて宮崎ケーブルテレビ開局20周年記念のレディースミニバレエ大会をご紹介します。はい、まずはこちらです。宮崎空港ビル3階エアポートギャラリーで、いぶきと題した小林辰文空港展が開かれています。今回の作品展は、鳥年の1月1日から展示会をさせていただくということで、鳥の絵を中心に35点のアクリル画を揃えてみました。中でも目を引くのが個展のタイトルにもなっているいぶきです。こちらの作品はつがいの袋を描いている作品なんですけれども、フクロウというのは、縁起物とはされてるんですけど、やっぱり猛禽という強い生き物なので、表情ですとか、2匹が寄り添っている姿っていうので、ちょっと親しみやすさや柔らかさっていうのを描いておりますので、森の中での動物たちの息吹というか息遣いまで感じてもらえたらいいなと思います。僕の作品っていうのは細かい描写から空間を生かした作品まで結構幅広い表現方法を使って描いておりますので、近くからでも遠くからでも見て、その鳥たちですとか他の動物たちの生命力というか、そういったものを感じてもらえたら嬉しいと思います。この展示会は1月30日月曜日まで開かれています。今にも動物たちの息吹が聞こえてきそうな作品の数々、ぜひ足をお運びください。宮崎市生き目の森運動公園の体育館で、宮崎ケーブルテレビ開局20周年記念レディースミニバレー大会が開催されました。大会には宮崎市、西都市、高鍋町、国富町の全41チーム、およそ200人が出場。49歳以下の部、50歳代の部、60歳以上の部の各パートで予選リーグを行い、勝ち抜いた上位チームが決勝トーナメントに進出。1チーム4人のプレイヤーがコートに入り、1セット21点マッチで先に2セットを先取したチームが勝利となります。選手たちは日頃の練習の成果を思う存分に発揮し、白熱した試合が展開されました。この大会の模様は3月5日日曜日午後1時から宮崎12チャンネルで放送予定です。ぜひご覧ください。さあ、小林さんのアートと春子バレエをお伝えいたしましたけど、春子じゃないですねでもそれぐらいの、ね、勢いありましたね。もうすごかったですよ春子じゃなかったの、春子じゃないんですよ、春子かと思うじゃないですか。ミニバレエでございます。あれ皆さんもうピチピチで、はい、もう元気で頑張ってらっしゃるもんだから、ねハツラツしたところでしょうね。さあ、じゃあまず小林さんから、はいはい、作品見て、皆さん覚えてないですか、はい、小林さんの作品、はい、スタジオでテゲテレギャラリーで、そうなんです、はい、ご紹介させていただいて、はい、飾らせていただきまして、その説ありがとうございますなんですけれども、はい、ですね、都城、出身なんですね小林さんはですね、はい、で、宮崎市内の高校卒業後、上京して活動していらっしゃったんですけれども、宮崎に帰ってきて趣味でもある山遊びなどを通して、自然と触れ合うことで、またこの作品が戻ってきたと語っていらっしゃるんですね、はい、期間中はほとんど小林さん会場にいらっしゃるということですので、ぜひとも声をかけてくださいということでございます、はい、いや本当にスタジオで、ね、お目にかか、見た絵もね展示されてましたよね。馬とか金魚の、あれは本当すごいですよね。本当に繊細ですからね、なんか動き出しそうな感じがあるというか、本当鼻息とかね、馬とか毛並みとか感じる、なんか触れそうな感じしますもんね。本当に、ぜひ皆さん実物ご覧になっていただきたいと思います、はい、さあ2本目皆さん頑張ってらっしゃいましたね、はい、春高バレー並みにものすごい勢いです ね熱気感じました ね私は普通のバレーをしてるんですけれども、肩バレー、はいはい、ミニバレーも、私なかなか見る機会ないんですけども、すごいですね皆さんね、皆さんねラリー続いてましたもんね、はい、今はですねそのカテバレーもそうなんですけども、はい、ミニバレーの方で、熱心されてる方がすごく多いんですよ、だから若い方からまた、はい、ずっとキャリアを積んだ方まで、すごくいいプレーが見られたということで、実はですね、はい、そのスタッフがですね、思った以上にボールのスピードが速くてびっくりしたと、はい、もう少しほわーんと柔らかい感じかと思ったら、あのスピードにびっくりしたと。で特に50歳代の部の決勝戦はフルセットまでもつれ込んで大接戦の好ゲームだったということなんですね、球の取り合いやでってね、はあ、だってあれ
あの絵なんですか、それなんかボケだったんですか。あの、うん、まあ、命の取り合いのこと、玉の取り合いって言うんですけど、はい、そのくらいの気持ちだったんでしょうね、50代の方もね。そうです、そうです、まさにそうでございます。すいません、解説好きで。思わず、はーって言っちゃったじゃないですか。はーって言って何のことか、ね、何のこと言ってんだろうと思ってごまかしてはーって言ったじゃないですか。でもあれでしょ、放送されるんですよ、後日。そうなんですよ、3月の5日の日曜日、はい、午後1時から放送を得ているということで、再放送もありますのでね、はい、ぜひ見ていただきたいと思います。熱戦をね、はい、元気になりますよ、はい、ご覧ください、はい、以上、わが町レポートのコーナーでした。